やってきました、びっくりうどん天つね。こちらね、静岡県浜松市にあります。浜松のね、航空自衛隊のすぐ近くなんで割と遠かったです。どんな感じか行ってみたいと思います。味自慢うどんそばね、営業時間出てます。昼は11時から14時、夜は17時から20時ね。日替わりあるね。日替わりがうどん、ちょうちん丼、メンチカツ、レンコン、はさみ揚げ730円、 A と B があって、 B がうどん野菜天ぷら定食730円か。へえ、どんな感じなんでしょう、行ってみます。じゃあ、お、店内入ってきましたよ。奥の小上がりのお座敷、テーブルがいっぱい。うどんがね、びっくりうどん630円、たぬきうどん、卵とじうどん、いっぱい種類があります。630円からね、930円までありますあとはそば、そばもね、いろんな種類あるね。そばはね、10円増し640円から。あ、ラーメンもある、醤油ラーメン、五目ラーメン、もちもちラーメン。あとはね、季節もの冷やしうどん、冷や麦、冷やし中華そばとかね、あるね、あるね、いっぱいあるね。鍋焼きうどんまであります。大盛りは80円だが。あとはご飯もの、カツ丼、天丼、親子丼、肉丼、卵丼ってあります。お、カツ重、天重、エビフライ定食もあるね。お、カレーもあるんだ、カツカレー、カレーライスあります。口取り、これはあれか、単品で頼めるってことか。焼肉、とんかつ、エビフライ、板わさ、野菜天ぷら、鶏の唐揚げ、あ、ピリピリウインナー、イカの唐揚げとかね、あるね。メニューが豊富だな。メニューはね、壁にも至る所に貼ってあります。今日はね、日替わりランチがあったんでね、日替わりランチの A、 うどん、ちょうちん丼730円っていうのをね、食べてみたいと思います。来た、来たよ、これ、ちょうちん丼ぶり、いただきます。じゃあ、お、すごい、フライドご飯、お、うどんもたっぷり、こういう感じになってるんだ。それでは、いただきます。ネギ全部入れちゃいます。うまい。うどんうまい。モトレス場のね、すぐ近くだからね、テレビでね、モトレスやってます。ご飯食べます。うどんのつゆね、濃くて美味しい。メンチカツ、完食、ごちそうさまでした。
ンドンね、ボリュームたっぷりだった。まさかね、こんな感じで出てくるとはね、思いませんでした。美味しくいただきました。もうね、ランチで730円でお腹いっぱいでございます。ということでね、本日は、ね、静岡県浜松市にありますね、びっくりうどん源つねさんからでした。バイバイ。